ちょっとポテッとする感じ。この焦げ、この焼き目です。はーい。ということで、私もう割ともういいかなって。そんな私が作る割といいかなレシピは、これは最高に美味しいですよ。モッツァレラのステーキです。これね、皆さん買ったことあるでしょ。もうね、100% ワインが飲みたくなる最高のレシピなんですよ。でもね、割と簡単にできますから。これね、もうね、ワインをね、私はガブ飲みしていきたい。ということで、いきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあまず、モッツァレラチーズ。これクラフトのやつです。クラフトのやつ買ってください。なぜかというと、僕がタイアップしたからです。昔ね。今回は別にタイアップじゃないですか。100g です。で、トマトジュース、あと玉ねぎ1/8個、だいたい 30g ぐらい。あとニンニク、まあ、そんだけです。あとね、調味料は概要欄に書いてます。じゃあですね、モッツァレラのステーキを作るのに何が大切かと言ったら、やっぱりですね、勇気が必要なんですね。これなんで勇気が必要かというと、やっぱりね、モッツァレラってなかなかね、いい値段するんですよ。まあ、結構もう勇気いりますよね。そして勇気を出すのはどうしたらいいか。楽しい気持ちになったら、こんなに美味しいものを食べられるんだったら、もうモッツァレラ冷めで出そうっていう気持ちが大事だと思いますので、そういう気持ちにどうやってなっていったかと思いましたら、こうするしかないと思います。やっていきます。じゃあまず、ニンニクなんですけど、これおろしニンニクにするので、皮をね、取っておくだけで大丈夫です。で、玉ねぎなんですけども、おおよそスライスでございます。こういう場合はね、こうやってスライスしてもいいんですよ。玉ねぎの繊維がね、分断されて、よりね、すぐ柔らかくなります。みじん切りじゃないですけど、ちょっと短めのスライスになりますね。そして、もういく？じゃあ火をつけて、オリーブオイル小さじ2ですね。まずね、ソースの方から作っていきます。これ熱したら、玉ねぎ、こいつをね、小さじで炒めていきます。はい、バラバラっと、大体中火ぐらいでいいです。玉ねぎがしなっとするまでやっていきますよ。はい、そしたらですね、で、ここでトマトジュース 100cc 入れていきます。そしたらもうちょっと火弱めましょう。はい、これがね、モッツァレラソースのジョースになります。そしてコンソメ、ここにコンソメ入れます。コンソメがね、小さじね、1/3ぐらい、はい、これぐらいですね。1入れないです。これで旨味をつけていきます。で、おろしニンニク、ね、半分入れます。チューブでも悪くはないんですけども、できれば生をおろして、煮詰めていただいた方がいいかなっていうことで、ある程度ね、火を入れると、こうやってね、とろみがついてくるんですね。このとろみが大事です。はい、もう少し煮詰めましょうか。はい、これちょっとポテッとする感じ。そしたら、このフライパンをね、ちょっと、横に置いておきます。そしたら、ここに小さじ1杯のオリーブオイルを引いておきます。これぐらいですね。そして、モッツァレラチーズなんですけど、これ水分をかなり持ってるので、一回ね、ペーパーか布巾かなんかでね、水気取ってください。そうするとね、これからちょっと粉と塩を打つんですけども、それがね、つきやすくなりますから。で、モッツァレラチーズって平べったくなってるんですよね。ここの面とここの面、ここは役に適しているの で、ここにお塩、まあちょっとひとつまみ、はい、パラパラっと。ここで重要なのが片栗粉です。片栗粉で表面をコーティングで、これ両面つける、ひとつまみずつぐらいですかね。で、ここから両面焼くんですが、まあ大体ね、火加減的に中火ぐらいですね。中火でいいと思います。で、この油をこう巻き取るかのように焼きます。で、ここが重要です。ちょっとね、押し付けながら焼く。温まったらちょっと弱めの火にしましょう。チーズっていうのはね、脂肪分が多いので、こんな感じになるんですよ。で、ちょっとこうまとめてもらって、
で、ここでひっくり返す。これね、火を、モッツァレラチーズに火を入れることによって非常にですね、香ばしくとろけたこのモッツァレラチーズになります。あー、そうそう、これこの焦げ、この焼き目です。この焼き目つけてるんですよ、皆さん。そしたらもうこうなったらもう火止めちゃって大丈夫。そしたらさっきのトマトソースを、若干温めて、で、もうお皿の準備します。はい、じゃあですね、もう軽く温めましたんで、これは、ソースはね、ここに、引いていきます。まぁ、ちょっと洋食っぽく、こうやって広げましょうか。はい。はい、そしてモッツァレラです。余熱で結構とろけてます。結構とろけてるんですが、はい、こうです。ほら、うまそうでしょ。で最後に、まあ、黒胡椒パラパラっと全体的にかけてあげて、はいはい、ということでできました。モッツァレラチーズのステーキの完成でございます。じゃあ今日はワインでしょ。ワイン、いやー、すいませんね、もう。いただきます。うん、絶対合うよ。じゃあ、食べちゃいますよ。いただきます。これ多分ね、このように出しちゃいけなかった。これはね、うますぎるわ。イタリアンのあの、あったかい前菜で全然通用します、これ。最高にうまい。これはもう、全国のバルにも行ってほしい。もう、こんなうまいもあったんかってなるよ。トマトソースとの相性もすっごい。トマトソースもね、これトマトジュースで簡易的に作ってるんだけど、めちゃめちゃ味が深いですね。もう大好き、これ。おお、これは突破チャンスする。ほら、ちょっと待って、お疲れ様です。じゃあいただきます。どうぞどうぞ。やばいね、最高でしょ。何も言うことはない。あまりも完成度が高すぎて、何も手を加えたくなかった。いや、これはうまい。ソースもトマトジュースって簡単に作れるから一瞬で引けたしね。でもなんかそんな簡易的に思えないし、レストランで出てきてもおかしくない仕上がりになってる。高級感がある仕上がり。モッツァが高級なんだよね。ああ、ワインと合う。ごちそうさまでした。です。もう天才。ということで、ぜひ皆さんこのモッツァレラのステーキ、おもてなしすごくいいので、ね、ぜひ皆さん作ってください。ああ、もうどうでもいいですよ。仕事あるよ。あ、これで終わりでしょ。いや、違う、あれあじゃん、これちょっと食べるシーンだけ残ってます。あ、キュウリあったっけ。キュウリつけてたもん。つけてる。うん。じゃあまだ仕事があるみたいなんで、どうでもよくなってきます。あー、でもさ、ほんと美味しいものができるんだったらもう買っちゃおう。みんな買っちゃえ買っちゃえ。